さあ、行きましょうか。今回はどうなる？前回はデデデに邪魔されたがね、今回こそは快適に強化したいところだな。で、チェッカーは基本的にデスマッチ系統ゆえ、埋まるかどうかは、まあルール次第ですな。重さが軽くなる。今回に限って出るね。よし、がっしりしていこう。鍛えていくぞ。で、まずは速さを中心に上げることを目標とし、ジェットか。どうぞどうぞ。ちょっと遅いな。早く。ちょっと最高速お化けになってね、思考が。とにかく最高速なんですよ。昔はそこまで意識してなかった気もするがね。やっぱ最高速のあるとなしじゃ全然違うから。早めに。もう重さでもいいよ。ちょっとしか上がんないけど。上がらないよりマシだからね。オッケー。よしよしよし。やっぱ違うな、最高速は。よし。このゲームの花。しっかり集めていくぜ。飛行もこれでスターのあれ壊しに行けそうですね。おお、なんかいきなりターボがこんにちはしてきた。乗れと。嫌です。まあ乗るかもしれないけど、ちょっと後回しだ。まだ早い。ターボくんは、まあターボくんならちょっと曲がりにくいぐらいかな。意外とスタンダードで使いやすいとは思いますがね。よしよしよし。チャージはいらんな。さあ、ふわりといけるね。オッケー。チャージいらん言うたらチャージめっちゃ降ってきたんだけど。おお、醜く争っているじゃない。刺さるんすか我々。刺さっちゃいます。また刺さっちゃうんです。どうしよう、強化のやる気なくなってきたんですけど。ああいうことするかよ。じゃあもうセンサーボムのチェッカーでも埋めにかかるか。あそこに最高速があった。拾ったか。拾ってるな。あ、ここに2つ設置した。どっちかを踏むじゃろ。まあポイントスラグだったら眺めておくか。こんな時に限って誰も真ん中にいない。つらいな。追い回して当てれるクラッカーよりセンサーボムの方がやっぱつらいか。とか言ってて、これ前回と同じく、なんだっけ、元気ドリンクと一緒で、実はすでにチェッカー埋まってましたみたいな、オチがないことを言うが、おっと危ない。ポイントストライクだったら一体何を目標にカスタマイズすればいいんですかね。死刑宣告みたいなもんですぜ、あれ。よいしょ。マシン自体は、なんか強そうなのが辛いですな。今のところ順調でございます。こう取って、おお、勝手に飛んでしまうぐらい。よしよしよし。流れに逆らうこともできるぐらいには早いぞ。いいね。空飛ぶ競技だったらなと本当思うけど。あっちには何か。おお、最高速があるじゃん。あれ消えた。それともこれのアイスを見間違えた。やっちまったぞ。下にいますね。ポイントストライクだったら割とライトはね。お、来たぜ。アイテムゲットのチャンス。せめてこっちで見せてくれよな。ポイントストライクなんだから、せめてこっちでロマンを見せてくれ。おー、ふーふー。まあ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 、ますますポイントストライクなんか。おー、すごいよね。もうなんかすごい曲がり始めの速度とかも上がるんですかね。なんかさらに速くなった気がするよ。ヘビーくんがこっち、気をつけて。やんのかヘビー、こら。どこ行った。あれヘビーどこ行った。もう逃げてるぜ。逃げ足の速いお方だこと。ドラグーンバリに飛ぶんだけど。ほいー、よし、巻き上げる。よしよしよし。結構取ったつもりだったけど、すぐさまあの人を回収してたな。器用なことするな。早い。ライトとは思えない。あ、走ってら。
壊されたのか、かわいそうに。ヘビー君はさすがの耐久でしたね。逃げ切ったか、あれ。ジェットにパンチ効かせて、さてさて敵さ、またヘビーがいたね。平和だ。今までかつてないぐらい平和で、うおー、すげえ挙動で飛ぶな。もう重さ取らない方がいいのかもしれませんけど、飛ぶ速度が上がるからね。爽快感マシマシでいこう。まあ個人的にはふわーって浮く方が挙動的には好きなんですが、うわー怖っ。にしてもトゲ食らっても赤くなってねえな。さすがヘビー、ピンピンしやがる。行くぜ。さあどこに食らわしてやろうか。そこだ。思ったより遠くに投げちまったな。あん、火事か。うん、平和だ。平和なんですこれあー飛行カンストか。もうとっくにしてたかもしれませんが、さてさてどうしましょうかね。いやこうも平和だとね、うん、困っちまいますよ。これ番外編的な扱いされちまう。攻撃ボー、お、なんだかヘビーか。勝てえな、やっぱ全然ダメージ受けてるように見えないね。そろそろマシン乗り換えの検討か。なんか手頃なマシンがあったら乗り換えましょうか。見かけたやつで行きましょう。特に乗ってないやつだったら嬉しいんだけど。ないっすね。あるかな。ジェットか。これは、あ、ごめん、さっきまでの相棒ちょっと雑に扱っちまったぜ。俺は、あれ、え、あれ早くない、あれ飛び始め早いんじゃなかったっけ。おほーえー、強い強い強い。はい、これだけは当たる。いいでしょう、バッチリ射抜いてやるぜ、弾丸のごとくな。早い、一直線に行ったね。見守りましょうか。どうだろう、いった。お、ゆっくり行ってんじゃん。あ、しまった、重いあいつ走ってたか。このマシンね、あの一回プッシュしたら急激に落下する。やべえ、切り離されたかのごとく。意外と空中での挙動遅くないです。ちょっと待って、落ちるの早い。オッケーオッケーオッケー。ああ、なんとも変な動きするマシンに仕上がっちまったもんだぜ。あん、埋まった、マジで。何が埋まった30回以上。まああの多少埋まりやすいように多少裏でスタジアムしてたんですけど、あ、よかった、都合よく動画上でね埋まってくれたのはよしとしよう。うん、これでポイントストライク終わりじゃないですかね。多分次回はデスマッチあたりに固定してやりましょうか。